はい、みなさんこんにちりら。はい、白雪りらです。ハプニング取れるというつけましょう、つけましょう、つけましょう。テイク2、テイク2。みなさんこんにちりら。はい、白雪りらです。ということで今日はめちゃめちゃ本当に今まで使ってきた中で一番最強のコンシーラーをゲットしてしまいました。なんとそれが紹介します。していいのかな、これめちゃめちゃ最強すぎて教えたくないんですけど、今まで使っていたコンシーラーを抜きました。ポロって言った。はい、 G9 スキンのミルクコンシーラーです。これサムネイルにもある通り、パッケージが牛乳のパックみたいになってるんですよ。で、これ自体も牛乳瓶のような形になっていて、すごい可愛いんですけど、それだけじゃなくって、容量も多いです。今まで使っていたすごくお気に入りのコンシーラーは、これめちゃめちゃ有名でね、ザセムのコンシーラーです。まず大きさの比較したいんですけど、これと、わかりますか？だいたい倍ぐらい入ってんじゃないかな、太さとかで見ても。大きめです。しかも、いいのが、お色も3種類あるんですけど、日本人の肌に馴染みやすいようなお色になってる。プラス、めちゃめちゃ、これはちょっと後にしよう。すごい言いたいことがあるんですけど、使って見せた方がいいかなと思うので、まず使ってみたいと思います。結構大胆にこれうまくいくかわからないんですけど、やりたいことがありまして、何やるのって思ってると思うんですけど、このコンシーラーの凄さを伝えたいので書きます。今この状態で、どうでしょう。これシミよりももっと黒いんじゃない？はい、ということでシミよりも黒いペンでシミだと思えるようにシミってアイライナーを消していきたいと思います。ここから塗っていきますね。まず塗ったところめちゃめちゃ消えてるんです。線がこの状態で、うわすごい、これすごい。消えちゃいましたね。綺麗さっぱり消えました。逆側も行きましょう。うっすら中に見えますけど、これ消えますから。しかも、めちゃめちゃすごいのが、これクリーミーコンシーラーなので、ザ・セムは、すごいいいんですけど、やっぱ乾燥しちゃうんですよ。でもこれって、めっちゃ近くで見ても乾燥してないし、ツヤがある。なくなりました。こんな感じです。これめちゃめちゃおすすめで、パッケージも可愛いだけじゃなくって、今までの中で一番いいなと思ったのが、
まあ、保湿力、カバー力、1保湿力、2カバー力、3 SPF 30入ってます。日焼け止めの効果もめちゃめちゃ高いので、コンシーラーで入ってるやつって意外となんか15とか30入ってるのって久しぶりに見たなと思うし、やっぱカバー力がやっぱりコンシーラーってすごい大事だと思うので、カバー力が何よりあります。で、ザ・セムのコンシーラーとちょっと比べてみたいなと思うんですけど、ポンと乗せます。ザ・セムここに乗せましたね。ここで、クリーミーも乗せました。クリーミーの方がちょっと白いので分かりづらいんですけど、こんな感じで乗せて伸ばします。乾燥して見えるのが、ちょっとカサカサして見えるのと、伸びっていうか水分量がない。こっち見えますか？伸びが半端ないのと、乾燥して見えない。ほら、こう線が見えるでしょ？こっちって線が見えないんですよ。ツヤツヤしてる。色もですけど、これちょっと暗い色使ってるのあるんで、ちょっと暗いんですけど、色だけじゃなくって、伸びとツヤ感がおすすめです。これだと目の下とかも乾燥しない。だいたいコンシーラーって目の下とか、この鼻の小鼻だとか、顎とかここの周りとかに使う方多いと思うんですけど、目の下が特にこう笑った時とかに乾燥しちゃうの嫌だなっていう人多いと思うんですけど、今、ここ全部塗ってますからね。いや、これは久しぶりに感動したコスメ。ですね。ということで今日はミルクコンシーラーのレビューでした。結構私コンシーラーめちゃめちゃ持ってて、こんな感じで、これもすごい良かった。ザ・セムのいいって聞いて買ったんですけど、コンシーラーとウィッチーズポーズ、これは韓国コスメですね。全部いろいろ持ってて、めちゃめちゃレビューが高いものの中でも群を抜いて良かったのがこれだったので、今度からは普段メイクこれにしたいと思ってます。見た目も可愛いし、入ってる量も多いですね。汚くならないのもいいし、持ちやすいけど可愛いし、コンパクトだし、でもちゃんと中はいっぱい入ってるしっていうのが良かったです。いや、これすごかった。これはすごかった。ということで今日はミルククリーミーミルククリーミーコンシーラーの紹介でした。ぜひ使ってみてください。以上、白雪リラの韓国コスメ紹介でした。また新作アップしたいと思います。またね、したっけね。